日テレ黄金週間は日本テレビが毎年ゴールデンウィークに開催していたイベント。会場は東京汐留の日テレプラザ2005年から2014年まで開催された2003年夏に日本テレビが開局以来50年間本社所在地としていた千代田区麹町から港区汐留に本社を移転2004年夏に 塩止め移転後発の参加型イベント、日テレジャンボリーを開催、大盛況のうちに終了。夏のイベントに続き、翌2005年には、ゴールデンウィークのイベントとして、塩止め黄金週間残数を4月29日から5月5日までの7日間にわたって開催。これを最初として、以後は毎年恒例となり、日テレ黄金週間となったのは2009年からである。 夏、イベントと同様に、本イベントでも、日テレの人気番組のブースグッズ販売店、飲食店、スタンプラリーステージイベントなどが開かれるほか、劇場公開映画の試写会も行われる。入場は無料だが、試写会は、事前応募が必要。なお、2015年には開催されなかったため、2014年で、事実上終了となったものとみられる。ほか、 日テレ黄金週間回帰中、日本テレビ系列のゴールデンタイムにおける特別番組には、日テレ系黄金週間 SP の冠をつけて放送された。対象となった番組には以下のものがある。ありがとうございます。